宮川浄化センターは伊勢市など1市2町の生活排水や汚水などを1日あたりおよそ2700トン浄化し五十鈴川に放流していて、下水道への理解を深めてもらおうと毎年見学会が開かれています。今日は新型コロナの影響で参加者を予定の半数ほどに減らして行われ、参加した親子はティッシュペーパーとトイレットペーパーの溶け方を比べたり、顕微鏡で水を浄化する微生物を確認していました。いろいろ水をきれいにするには時間がかかることが分かった。観察が楽しかった、生物が面白かった。